未来からイエス、ストップ温暖化、民放連です。3名を過ぎ、福岡市中央区長浜1丁目から、お過ぎと全線で放送中。メッセージもありますよ。はい、いいよ。これはですね、ラジオネームブラックサンダーさんからいただきました。明けましておめでとうございます。ございます。今年もお杉さんとジェンタロウさんの楽しい放送をお願いいたします。いつでも楽しいですもんね。なんとかっていう話って随分久しぶりに聞いたような気がするんだけど、
入ってますのでね、そちらの方もぜひチェックしてみてください。もちろんこれからも俳優として映画ドラマの方に参加していきますし、またミュージシャン歌い手としてステージをやっていきたいと思います。1月21日、博多ドラムロゴスにて、ソロライブがあります。去年出したアルバムの曲をほとんど、紹介したいと思っていますし、レコーディングメンバーとサックスの梅津和時さんも、ね、参加予定ですので、ぜひ、ライブにお越しください。これからもしばしりを表現者として、俳優として、歌い手として、またラジオドラマナレーターとして、これからもできることを目いっぱい頑張っていきたいと思います。魂を動かして、石橋亮でした。明けましておめでとうございます。成長薬ニアリサン友情でおなじみのプロバイオティクス専門メーカーニアリサン製薬です。今年も成長薬を通じて皆様の健康にお役立ちしていきます。ニアリサン製薬を本年もよろしくお願いいたします。声の年賀状、この時間はミュージシャン俳優石橋亮さんの声の年賀状をお送りしました。2007年から5年連続で少子高齢化に加え、東日本大震災の影響もありました。去年の推定出生数は15歳から49歳の女性人口が減る傾向にあることから、前の年より1万4000人少ない105万7000人、死亡者数は高齢化のほか震災の影響もあり6万4000人多い126万1000人とみられます。出生数は統計がない1944年から46年を除いて、統計を取り始めた1899年以降で最も少なくなっています。婚姻件数は前の年より3万組少ない67万組、離婚件数は1万6000組少ない23万5000組とみられます。全国各地で元日の今日、年賀はがきの配達が始まりました。日本郵政グループの郵便事業会社によりますと、元日に配達される年賀はがきはおよそ
の日本橋郵便局では午前8時から年賀はがき配達の出発式が開かれ、郵便制度が始まった明治時代の制服姿の配達員らが次々に出発しました。ニュースは以上です。かわっては KBC 天気予報です。今日の九州北部地方、気圧の谷の影響で全般に曇りの天気ですが、所によっては一時雨か雪が降るでしょう。明日も冬型の気圧配置で雲が多く、一時雪か雨の降るところがありそうです。明日日中の最高気温は8度から9度の予想で、真冬並みの寒さになるでしょう。風も冷たいですから暖かい服装でお出かけください。なお北部沿岸の海域ではこれから明日にかけて北西の風がやや強く、波が高い見込みです。天気予報でした。みんな怖がってんだよね、関東に来るんじゃないかって言って、今で鳥島の近くだったでしょ、はい、なんかみんなちょっとびっくりしたんじゃないかなと思うんですけどね。ほんの10分ぐらい前にまた千葉県南部で余震があったみたい。これはまあ震度1ぐらいだったみたいなんですけど、まだちょっと続いてるみたいなので、まあ、そうですね、せっかく去年をちょっと振り返るようなね、大晦日を迎えたんですけれども、リセットできたかなと思ったんですが、元旦からいきなりまたこうやって入れると ね続いてるんだなという気がしますね。なんかある人たち、地震を研究している人たちの中に、これからね、1月にかけて、大きい揺れが来るんじゃないかっていう、なんか予告してた人もいたりなんかしたので、ちょっとびっくりしたんですけど、販売店で元旦から目の不自由な方へ音の出る信号機を。新日本製薬は KBC ラジオチャリティミュージックソンを応援しています。